ひろみのまるっとガジュマル。みなさんこんばんは。たーちゃんにはお、アンドたーちゃんわーん。ひろみのまるっとガジュマルです。12月11日月曜日ということで、この番組は毎月第2月曜日の夜8時から9時まで放送している番組です。パーソナリティは台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。私は台湾と日本のハーフで、18まで台湾で生まれ育って、高校卒業後に日本にやってきて FM 小田さんで番組をやらせていただいております。台湾と沖縄はとても近いということでね、私は今東京にいるんですけれども、番組始まってからまだ一回もね行けてない沖縄に。修学旅行以来だわ沖縄。毎3日間か4日間いたんですけど、毎回干しぶどうが出てましたね。海ぶどうが出てました。そう、沖縄はまだ暑いかな。そんな寒くないよね多分ね。台湾と近いからね、朝晩がちょっとこうヒヤッとする感じかなと思いますが、いかがでしょうか。この番組は FM 小座さんのユーストリームで音声をネット配信しております。また番組終了後にはこの番組内容が FM 小座さんの公式チャンネル、 YouTube の公式チャンネルにも、アップされますので、今日は途中までしか聞けない、ここもう一回聞きたいという方はね、ぜひ合わせてチェックしてください。というわけでね、12月ですよ。この番組月1だから、今日が2017年最後だ。早いね早いね。この間明けましておめでとうって言ったばっかりな気がしますけどね。早いですね。そんな今日の1曲目はですね、私の大好きなシンガーソングライターの河合美奈子さんの曲をカバーさせていただいた曲で、12月の別名で春待ち月よ。誰を責めるの？
きよ。J-POP シンガーソングライターひろみ、サードアルバムラムネの向こう側好評発売中。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガジュマル、ひろみがお送りしております。さて、1コーナー目は恒例の1ヶ月を振り返りましょうコーナーというわけで、11月はなんと企画ライブが2つもありましたね。1ヶ月に2つやるのはあんまなくてね、今回決めた時にわあちょっと詰め込みすぎちゃったかなと心配だったんですけれども、まあ、私がやりきれるかっていうのと、またあとお客さんもね、そんなにいっぱい集まるかなっていうのダブルで心配だったんですけども、終わってみましたら、まあ、2つとも大成功の大満足という方でね、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございましたね。まずは11月11日の花音さんとのツーマンライブね、東北のアーティストということで、東北×台湾というね裏のテーマもつけてやったんですけれども、いやこれは何回思い出してもいいライブだったなって、まあ、自分で言うのもあんなんですけど、いいライブだったなって、いいイベントだったなってそう思っちゃう、しみじみしちゃいます。あの日久々に実は花音のボーカルとギターの、まあ、ユニットさんなんですけど、お会いして、ボーカルのせんちゃん、せんばさんね、せんちゃんとものすごい仲良くなって、2年ぶりかな、会うのが2年ぶりだったんですよ。めっちゃあの日仲良くなれてね、この間一緒にご飯も行きましたよ。来年はもっとやろうって言ってね、この日あの東北の震災の時きっかけに、アジアの、まあ、いろんなあの、まあ、俳優さんとか、シンガーの方が集まって、放送されたチャリティー番組がありましてね、そこであの日本語を喋れないアジアの皆様が一生懸命日本語を覚えて歌ってくれた、宮沢賢治さん の、 あの雨にも負けずというね詩がありますけれども、あれを歌詞にしてメロディーを当てたね曲がありまして、あれを花音とひろみでやりましてね、あれよかったね。そうなんですよ、やっと一緒にこの曲歌えたねなんて言ってねお届けしました。そしてもう一つが11月23の、Call It Sings、 こちらも、ユニットでピアノ八代さんとピアノ、キーボード&ボーカルの千鶴ちゃんとお二人のと一緒にやったツーマンライブで、この日は何だろう、なんか音楽をもっと楽しもうみたいなテーマがあったね、あの見えないところにね、ピアニストが2人、ひろみのいつも弾いてくれるドボンさんもこの日だけは、メンバーとして参加しようと、いつもあのなんていうのサポートメンバーなんですよ。でも今回はひろみという名前の中にこうメンバー、ひろみとのユニットでみたいな感じでね出演してね、いつもよりこう出てましたね、ドボンさんの存在がね、あのお互いの曲のカバーがあったり、あと好評だったのがメンバーチェンジ、そうなんです、ピアニスト同士のをチェンジしまして、でそれぞれのオリジナルの曲を歌ったんですけれども、ひろみの時には私の内緒話というね、台湾にいる両親へ当てた曲を八代さんがもうすごい大人っぽくモダンにアレンジして弾いてくださってね、そうリハーサルの時にいつも通り歌ったら、あこれは合わないぞと思って、私がその割ちょっと子供っぽく歌ってたので合わないとなって、この八代さんのピアノに合わせてもっと大人っぽくやんなきゃダメだと思ってね、私は50歳ぐらいってこう念じながら本番歌ったらすごいしっくりきてね、そうあちょっとなんかなりきったら意外とちゃんとできたじゃんって言われながら思っちゃった。そうなのよ、
なんかね、まあ、技術面の話をしてしまうんですけど、子供っぽく歌いたいなっていう時は割とその顔を笑顔いいっていう口をしてね、その方が明るい声が出るからいいってやって歌うんだけど、この間の内緒話はあんまりいいってやんないで、なるべく縦にね開くように内緒話歌ったの。例えばねえ聞いてっていうとこも聞いてで終わるのを、なんとなくわざと聞いてってこういいってやんないで手でこううーっていう感じでねやったら、大人っぽくそれが聞こえたみたいでね、そうなんです、面白かったです。ちづるちゃんがね、ちづるちゃんの時はちづるちゃんが歌ってエドモンさんがピアノを弾いたんですけども、どうでした、面白かったですか。面白かった、なんか違う感じだった、ヒロミの時のと。まあそれはそうだよね、まあ、限らずですけども、あのイベントでね、そうピアニストもボーカルによって違う感じがするように、やっぱボーカルからしてもピアニストが変わるとね、全く曲が別物になるので、面白いチャレンジだから、普段それぞれの歌を聴き慣れているお客様からすると、なんか曲が生まれ変わったとか別の曲みたいっていうね感じ受け取れてね、すごい楽しかったですっていうお声をいただきました。ありがとうございます。それからね、この後のコーナーでもご紹介するんですけれども、今あのひろみと、とあるお店とのコラボ商品が発売されているということでね、その商品の CM 撮影も11月にしましたね。晴れてよかったね、その前日雨だったよね確かね。そうなんですよ、いい天気で晴れてね、まさに撮影日和でしたね。面白かったね。皆さんカチンコって知ってます？あの映画とか撮影するときにさ、ドラムとかはいカーってカチッってやるやつね、あれカチンコって言うんですけど、可愛い名前なんだね、私知らなかった。はいカーって言ったやつをカメラマンさんがずっと欲しかったみたいで買ったんですって、今回の CM 撮影の時にで、あのお手伝いで当番組のディレクターでいつもピアノを弾いてくれてるねドモンさんがスタッフで参加してくれてね、全然音楽外のことをやらしてしまって申し訳なかったんですけど、まあ一番ノリノリでねカチンコをね叩いておりましたよ。男の夢とか言いながらね、あの照明係もやってもらったんですけれども、ドモンさんに照明の方が大事なのにカチンコ持ってね、片手にもう両手で照明持ってっていうねもうなんか意味が分かんなかったのが、よーいカット、どっちやねんってスタートをするのかカットなのかっていうスタートをするときにね、よーいスタートじゃなくてもよーい、もうカチンコを叩きたいばかりにね、よーいカットカチンってどっちもうみんな爆笑、現場ずっと笑ってましたね。そう、ある意味ドモンさんのおかげでね、あの楽しいムードでできたんですけどね、カメラマンさんが釣られて笑う、それカメラブレるっていうねテンション高かったね、カメラマンさんとドモンさん、カチンコのあれで。どこの夢だった？あのカチンコ、なんとですね、カメラマンさんの奥様がね買ってくださったんだって、テンション上がるだろうということで、なんと気の利く素晴らしいチョイスでしたね、だいぶテンション上がってたもんそんなね CM もあの今ネットでいっぱいあの私シェアしてると思いますので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。そんななんかこう濃い時間がいっぱいあった11月でしたね。残り2017年もわずかですけれども、気を抜くことなく濃い日々を過ごしたいなと思います。さて続いての曲は11月の23日でも八代さんが伴奏で弾いてくれた曲なんですけれども、サードアルバムラムネの向こう側より内緒話。いつも助けてくれる。パパいつだってかっこよくて、コツコツ働く背中はうーんと大きく、愛を何度も心いっぱい
塞がる。ママいつだって優しくて、ついつい甘えてしまう。いくつになっても愛に、を愛に、心いっぱい100倍1000倍歌に乗せて、ありがとうの気持ち届けるよ。だから海のワールドワイドニュース。世界は今日も動いてる。ひろみがお送りしておりますひろみのまるっとガジュマル。本日の世界ワールドワイドニュースはひろみの嬉しいニュースでございます。こちらの番組収録となっておりますので、リアルタイムじゃない分、まあ、何も事故が起きてなければ、先週からこちらのコラボが始まってるということで、リアルタイムの情報はぜひ皆さんブログをチェックしてください。というわけで、もうすでにコラボが始まっているという体でご紹介いたしましょう。なんと東京渋谷で台湾と出会える場所がある？でじゃん。ということで、台湾発祥のお茶とタピオカの専門店T18、英語の T に数字の18と書いて T18 が今年の7月27日に渋谷丸井の1階にオープンしました。とっても珍しい幻の台湾茶葉タイ茶18号を使用したストレートティーが飲めるということで、大人気のドリンクスタンドのお店でございますね。テイクアウト持ちながら飲みながら行けるというお店で、なんとね、この T18 とひろみがコラボした新しいドリンクが発売されることとなりました。超ハッピーねえ、サードアルバムのラムネの向こう側発売の時にね、タピオカミルクティーという曲が入っておりますが、このアルバムにもう今台湾ブームということで、日本にもたくさんのタピオカミルクティー屋さんが来日してきてね、台湾にもたくさんいますし、どこか一社私と何かできないものかとねつぶやきつつ悩みつついた日々ですが、まあ、長年の努力と汗水さらしながらの営業が身につきましたね。頑張りました。この度 T18 というね、こちら台湾にもあるんですよ。なんとね、私の実家台中なんですけども、台中の近くにね、日月潭という素敵な湖があるんですけど、あれのね近くにこちらのお店があるんですよ。そうなんです。この紅茶ね本当に美味しいんですよ。その T18 さんとねひろみとのコラボなんですけども、今回はね私がチョイスしたお茶が採用されまして、金銭茶というお茶を使っております。こちらのお茶、漢字で金色の金に
金銭の銭が草冠に宣伝の銭という感じですね、にお茶と書いて金銭茶というお茶なんですけれども、実は、コラボを始まる前に私 SNS で台湾の皆さんに好きなお茶教えてくださいっていう質問を、あの Facebook の日台交流広場かなっていうコミュニティ約2万人が登録してるんですよ、日本の人や台湾の人が。そこに、まあ、中国語と日本語で皆さん好きなお茶教えてくださいってこう投げかけたら、想像以上の答え、実に200-300の答えが返ってきて、初めはね、まあ、50とか100とか返ってきたらいいかなと思ったら想像以上返ってきて、みんな知らない人なんですよ。やっぱこう自分の国のいいものはどんどんシェアしたいっていう気持ちがあるんでしょうね。たくさんの答えお茶が返ってきてね、あ、知らないお茶ももちろんたくさんあって、台湾こんなにいっぱいあったんだってね、私も勉強になったんですけども、いただいた答えすべてこうきちっと見てチェックして、そしたらダントツで一番人気のお茶が金銭茶というお茶だったんですよ。そう、こちらのお茶どういうお茶かというと、ですね、お茶の中ではすごく珍しいバニラ、まあまあミルクのようだとか金木犀の香りのようだって言われてもいるんですけども、このバニラの香りが漂うお茶なんですよ。だからちょっと濃厚なのかなと思いきや、すごくさっぱりと飲みやすいお茶ということでね、もう台湾の誰からも愛されてるお茶なんですけども、このお茶を提案したところ、こちらのお茶でいきましょうと通りまして、なんと今回は2商品発売されております。金銭茶ボトルティー、この T18 さんではボトルティーというのも売っておりまして、注文が入ってから丁寧にお茶をこうお湯入れて沸かして、それをちょっと冷ましたものをお店のオリジナルのボトルに入れてお渡ししてるんですけども、このボトルもねすごくこうスタイリッシュで可愛いんですよ。今のいろんな柄と、お店のロゴが入ったものがあるんですけどね、当ディレクター&ボンさんも一つ持って、飲み終わった後も自分の水筒としてね、あの持ち歩いていましたら、職場で、あ、これかっこいいですねなんて言われたとか、思ってるとモテるみたいですよそう、おしゃれなボトルティー、これだからボトル込みで販売しててね、いいよね。そうで、このお茶の香りをねダイレクトに楽しみたいなら、ぜひこの金銭茶ボトルティーおすすめです。そしてもう一つが金銭茶クリームティー、これもね TNT さんのオリジナルの飲み物で、タピオカミルクティーといえばもうミルクと、お茶がこう混ざった状態でタピオカが入って売られていますが、こちらのクリームティーというのはお茶にタピオカが入って、そのお茶の一番表面に最後クリームをかけるんですね。でクリームがミルククリーム、チーズクリームと季節限定のクリームとあって、好きなクリームを選ぶんですよ。でこのチーズクリームって、初めお店あの下見でね行った時に、え、美味しいのと思ってね、お茶とチーズクリームってびっくりしたんですけども、これがね合うんですよ。だ金銭茶も3種類あるクリームで試したらね、このチーズクリームがね美味しかったです。そうで、楽しみ方が3つあるということで売られてるんですけども、まずあのお茶もらったらちょっと蓋を開けてクリームを楽しむ、その後にお茶を楽しんで、最後に全体を混ぜる、そうするとラテみたいになるんですね。それで最後飲むということで、3回楽しめるお茶ということでね、もちもちキュキュッとしたタピオカに、まあ、お好みのクリームをチョイスして、まあ、ラテ風スイーツっていう感覚でねお茶を楽しみたいならぜひこちらということで、このクリームティーの方はホットアイスと販売してますので、もうこれからはもう寒いのでね、ぜひホットで楽しんでください。ホットのタピオカミルクティー美味しいのってよくね紹介すると言われるんですけどね、美味しいんですこちらも、ぜひぜひお試しください。そしてね、なんと店頭にはあの小さいテレビがありましてね、テレビディスプレイがあって、そこにヒロミのミュージックビデオ、イエライシャンと、多分もうできているはずである、イペイさん流れてるんですよ。そしてジャンジャカ放送もしておりました CM もね、ディスプレイに流れてますので、もうぜひ見に来てほしい。遠い方はねなかなかあの難しいとは思いますが、ぜひあの近くに住んでる方はね、渋谷通った際には、駅からも近いので丸井さん、ちょっともう10分から15分時間があればちょっと寄れますので、
寄ってぜひ買って金銭茶美味しかったよっていうのをねこうお知らせいただけると私も次なる営業の力になりますのでねよろしくお願いします。このねコラボ多分1月の中旬か下旬ぐらいまでは、続きますのでまあまだ頑張っていきたいですね。私もちょいちょいお店を覗いてねどのくらい出てるかななんてね覗きに行きたいなと思ってます。そんな本日の世界ワールドワイドニュースはT18 とヒロミとのコラボ商品のご紹介でした。さあこの曲いきましょう。タピオカミルクティー。大きなカップにたっぷり詰まった溢れそうな幸せに蓋をしたらストロー刺して最初の一口まるっとガジュマル中国語しゃべっちゃいなのコーナーです。ちょっと早いけど今からクリスマス用語をご紹介いたします。今から教えたらね当日使えるもんね。クリスマス、聖誕節、
上手ですよ。聖誕節。聖誕節。はい。ちなみに聖なる誕生の節分の節と書きます。聖なる誕生ってクリスマスという意味ですね。はい。それっぽいね。クリスマスツリー。これがクリスマスがさっき教えた聖誕なので、ツリー木がスーなので合体して聖誕ス。聖誕ス。聖誕ス。そう、聖誕スあります。そしてサンタさん、サンタさんはねクリスマスのおじいちゃんって意味なので、サンタさんそうじゃん、クリスマスに出てくるおじいちゃんだから、おじいちゃんがねこれの場合はラオコンコンというので、聖誕ラオコンコン、聖誕ラオコンコン、ちょっとねあの子供が言う可愛らしい言い方ですねこれは。聖誕、聖誕ラオコンでもいいか、聖誕ラオコン、そうラオコンコンって言うとちょっと子供っぽい感じになって可愛いんですよ。聖誕ラオコンコン、そう、メリークリスマス、これがこれもまた聖誕に、まあ祝う時の言葉としてクワイルを使います。クワイル単品だとあのハッピー楽しいって意味なんですけども、こう例えばあの明けましておめでとうとかクリスマスおめでとうっていう時のおめでとうも、クワイルを使うので聖誕クワイル、そう、聖誕クワイルがメリークリスマス。そしてクリスマスといえばプレゼントね。プレゼントはリウ、リウ、これね漢字もいいんですよ。あのお礼の礼に物って書くんですよ。いい当て字、当て字というかいい漢字ですよね。プレゼントはリウです。なので今日の例文はクリスマスの日サンタさんはクリスマスツリーの下にプレゼントを置くよ。全部詰め込んでみました。いいですか。クリスマスの日サンタさんはクリスマスツリーの下にプレゼントを置くよ。頑張りますね。聖誕節、聖誕節、ちょっとちょっとまだ言わないで。聖誕節、聖誕、聖誕ラオコンコン、あちょっと待って長い、ちょっと待って、聖誕、聖誕節、聖誕老公公会把礼物放在聖誕树下面。これがクリスマスの日サンタさんはツリーの下にプレゼントを置くよでございます。私の復習&上級編ということでねちゃんと聞き取れた、全部全部の単語入ってたよ。いくよ。聖誕節、聖誕節、聖誕老公公会把礼物放在聖誕树下面。待って待って、後半何難しい、難しいね。復習言っとく、クリスマスが聖誕節、聖誕節、クリスマスツリーが聖誕树、聖誕树、サンタさんが聖誕老公公、聖誕老公公、メリークリスマスが聖誕快乐、聖誕快乐、プレゼントが礼物でございました。じゃあ続いて中国語の曲いきましょうかね。一杯茶、一二、一二三、来来来一杯茶，再来一杯茶，来来来一杯茶，再来一杯茶。ざわめきよ五線譜に乗せて九子譜で一口。花を通るコポコポと
ひろみのお悩み相談室。はい、ひろみのまるっとガジュマル、本日最後のコーナー、ひろみのお悩み相談室です。このコーナーは皆様からいただいた様々なお悩みにひろみと、そして私一人の意見だと大きく偏ってしまうので、今月もアドバイザーに田中ドボンとしみつ、アドバイザーに人生の先輩でもあります田中ドボンとしみつさん、お呼びしております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。人生の先輩をやっております田中ドボンとしみつです。すいませんね、お名前噛んでしまって。はい、よろしくお願いします。本日難しいお悩み来てます。はい、どんなんでしょう。会うたびに何かしら愚痴や文句を言ってくる人への対応方法を教えてください。あとちなみにお便りの端っこに、この方母親が特にって書いてあった。母親が、ということでね、まあいますね。会うたびに何かしら愚痴や文句を言ってくる人への対応方法、難しいですね。難しいですね、確かにそういう方いらっしゃいますね。いますね、一切言わない方もいれば、たくさんもうぐだぐだ言う方もいると。難しいです。私も何かしらストレスをためない方法としてね、すぐ言葉に出してしまうんです、愚痴や文句を、割と言うんですけども、見ますか、そんなに。その何、決まった人にしか話さない、そうかもね。お便りをくれた人は、その言ってほしくないから、その対応方法を教えてくださいってことじゃん。そういうことでしょうね。でもこの愚痴や文句っていうのは自分に対する愚痴や文句なのか、いや本人が溜め込んだ愚痴や文句なのかな。いや、溜め込んだものだよね。溜め込んだものでしょう。この方はそれはあんま聞きたくないから対応方法を教えてください。そういうことでしょうね。私はその一緒にその例えば A さんっていう人がいて、その人にこういうことで、その人もその気持ちをその割と分かってくれる人だから、嫌がらず聞いて、そうだよねってなって、要はホッとするっていうことで、それが分かってるから、その人にしか、だから誰でもかんでもには言わないですよ。例えば愚痴言ってる時に、この人、この人はあれだ、あんまり言ってもこの人に悪いような人だって言ってたら、申し訳なくなって言わなくなって、その見極めが、言う方もできればいいんですけれども。そうですね、愚痴や文句はですね、あれですね、その人によって対応が変わります、そうだね。それで言うことによって、その人も非常にストレス発散になるので、聞いてあげること自体はとても大切です。ただ2種類ありまして、深い友達関係の中で言う愚痴、言う愚痴と、それからあとそうでもなくて職場だとか、そういうところでの、愚痴を聞く関係では対応がまるで変わってきます、
まあ、だから仲間とかすごく近しい仲間とか身内だったらそれは聞いてあげなきゃいけないところもありますし、だけどもそうでもない関係でしたらば何かしらシャットダウンというかこう一線を引く必要が出てくると。だから2種類あるわけですね。この会うたび何かしら言ってくる人への対応はどうしましょうか、はい、これの方は多分ね、どちらなんでしょうね、自分に対してのも入ってるんじゃない、うん、それでもういや例えばだって身内だったら結構さ、例えばね自分の、うん、まあ親か兄弟が会うたびに自分のこの間のお前のあれダメだったぞっていうようなさ、うん、のを毎回言ってくるような環境って身内だったらあるじゃん、うん、身内でしたらそうですね、そうそうあります、それも入ってるんじゃない。だからそういう時に、うん、だから自分が何をやっても文句しか言わないっていうような人への対応方法も今日は知りたいな、うん、なるほど。これは非常に人によってもやっぱり違うんですけども、うん、じゃあ何かこうちょっと設定を設定 してみないと。何の設定また茶番すんの。いや茶番する例えば身内だとしましょうか。で、うん、自分に対しての、まあ、文句の場合、うん、自分に対しては非常に面倒くさい場合ですね。そうですね、うん、身内でねやかましいとも言えずに、どういう身内の方がやかましいって言えない。やかましいって言えるけど、だけど言ってくるじゃん身内だから、うんうん、遠慮なくね。そういう場合はじゃあひろみさんが言われたらどうしますか。どうしたらいいと思います。じゃあひろみさん会うたびにでしょ、はい、会うたびに自分のやることに対して向くもうあれだよ、一回爆発させて分かってもらうとかどう。あ、爆発しちゃうわーって泣きわめたりして、うん、そしたらあ、お前こんなにその思ってたんだって気づくじゃん、うん、だってさ毎回自分に対することに文句を言う人って多分気づいてないのね、うん、あ、この言われてる方がこれ傷ついてるって、うん、ムカついてるっていうのを気づいてないから毎回言っちゃうわけだから、うん、爆発させてわーって泣くとか、うん、うるさいよとかってやると気づくじゃん、うんうん、気づきますね。そういちいちじゃあ怒んなきゃいけないんですね。一回怒ったら気づくって、それでも続くんだったらそうなんだけど、もう救いようないから縁切ったらいいんじゃないいやいやいや、あのね、怒れる人とかはっきり言えない人とかいるんですよ世の中に。どうしよう。そういう場合も含めてですけども、うん、ひろみさんみたいにズバッとね言える方はいいです、うん、正直に言えばその意図が伝わるし、だけどもズバッと言って関係が悪くなったらちょっと面倒くさくなるような、うん、職場の中とかね、いろいろあるわけですよ。なかなかこう思うように言えないとか、どうしたらいいですか。そういう時 に, うう人には要するに対応を教えてくださいと、うん、遠回りの言い方を教えてくださいっていうことだと僕考えてるんですね、うんうん、果たして遠回りに行って通じる相手ですか。それはまず行ってみないとわからないですね。そうですね、遠回りに何て言えばいいですか。遠回りにですね、じゃあやってみましょうか。いいよやんなくていやちょっとぐじぐじぐじちょっと僕に言ってみてください。ぐじ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 、君のこの間のあれダメだったと思うけどもっとこうしたらいいんじゃないとか、なんか今日の服もあれなんじゃない、髪型も変じゃない。あ、そうですね、あ、すいません、ぐじぐじぐじつい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 。ところで高井さんってどなた、宮地達さん、まあいいか、はい。ところで高井さんってどなたにもそういうことをおっしゃるんですか。あ、なるほどね、ええ、私に対しては全然大丈夫なんですけども、でもそんなことっていうのがどんなことなのか分かってないんじゃない。だから無神経な人だから、だから何か言われたら そんなことってなんだって、例えばそうやって愚痴とか文句を言うっていうことですよ。それ割とはっきり言ってるよね。言ってるけど私に対して誰にでもそういうことを言ってるんですかって質問してるだけですよそれ、うん、だ遠回しに言ってるんです。ですので、いやそんなことはあるかちょっとわからないなとか、いや結構周りに言ってるよとか、いや君にしか言わないなとか、その質問できるのも結構勇気出し、うん、勇気いるタイプだけどね。ですのでこれ 30% ぐらいもうはっきり言ってるんです、うん、そうだよね、はい、結構言ってるよね。そういうことってどなたにも言ってるんですか、うん、ということを言いますと、いや君だけだよってなったらどうしたらいいの、うん、君だけ、あ、じゃあ私は私は特別な存在なんですね、ありがとう、うん、光栄です、うん、
光栄ですって言っちゃったら、あ、もう、うん、まだじゃあ言い続けていいのかってなっちゃってやめないじゃん。そうですね、それは難しいですね。難しいね。難しいですね、じゃあそういう方をもう少し増やしたらいかがですかとか言ったり増やさすの、だって分散させてればいいでしょ。あ、うん、で逆にですね、うん、いや結構ね、誰に対してもね言うよっていうようなことを言いましたら、そうですか、私に対しては全然いいんですけども、結構あの愚痴、なんかそういう愚痴とか文句とか、聞いて気分悪くなる方っているんじゃないですか。だいぶはっきり自分の意見言える人だね。いや、なんですけども、うん、私に対しては大丈夫ですけど、うん、あくまでも言うんです、うん、あの自分はいいけどと、自分はいいけどっていうことを、うん、だって自分はいいからそういう風に言ってるじゃん、うん、私にはいいですけども、あの結構嫌う方っていますよね、こういう話を分からせるっていう手法ですね。そう私には構わないんですけども、うん、あの例えばほら、あの隣の課の、あの、うん、田中さんとかこういう話とか聞いたら、なんか、うん、負のオーラもらうってこの前の飲み会で言ってましたよと遠回しに言うわけです。でも私に対しては大丈夫ですからねっていう風に言うと、あ、こういう愚痴とか文句を言うと気分を悪くする人がいるのか、そうやって飲み会とかでなんかあの言われたら嫌だなとって気づくタイプだとバンバンだったら OK です。そのまま受け止めるで勘違いタイプだったら、そしたら次の段階に行かないといけない、うん、勘違いされたらもうはっきり言うしかないですね、次の段階にね、うん、難しいね、人間関係って難しいですよ、難しいです、じゃあ愚痴や文句やその辺にしておいて仕事行きましょうか、勝手に、そうだね、さらっとね終わらして、まあ、そこでパッと勝手にあの話を終わらせてしまうっていう、そういう手法がありますね。もう何回言っても遠足言っても関してはもう頑張ってパッと終わらせるっていうのが、まあ一つの手ですね、うん、あ、ごめんちょっとトイレとかさ、あ、ごめんちょっと誰々呼んでるってその場を離れるとかね、うんうん、ですね。だから話の終わらせ方のテクニックとしてですね、ぐじ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 ってぐじぐじ言ってて、で困っちゃったんだよって言ったら、あのとりあえず仮の結論をまず一個作ってあげます、うん、そうか、じゃあまあしょうがないから頑張るしかないですね、その後で決め台詞を一つあるんですね、じゃあそういうことで、これを言うとですね、あ、話を終わらせちゃったっていう風に思わせられる。愚痴の時はそれでいける、そう、自分が結論を伝えておしまいですっていうことを伝える、うん、これ会話のテクニックですね。だから角の立たない、ちょっと言い方になると思うので、まあ、ぜひ使ってみてください。いかがでしょう。愚痴をさ言ってくれるっていうのはまだいいと思うんだ。あ、自分のことその心をオープンにしてくれる存在として見てるんだっていうことでさ、はいはい、自分に対しての文句を言ってくるのが厄介だね、うん、もうそういう風に言ってきたらちょっと面倒くさいですね、うん、もううちのこと嫌いなんじゃないっていうさ、うん、結構紙一重じゃない、うん、好きだからもうめっちゃ毎回言ってしまうか、うん、もう嫌いだから毎回文句言うっていうね、うん、紙一重だよね。そうですね、でもそういうのはもうしっかり顔に出したらいいと思うんですね。多分あのなかなか言いにくい方もいると思いますけども、もうネタフリとかね、ネタそれぐらいでもいいと思います。気づかない人は気づかないので、はい、世の中いろんな方がいますけども、お便りくれた方にも ね、まあ、この方は身内の方がいつも言ってくるみたいな、はい、まあ、でもあの親族の方とかはちょっと、うん、あの大切にして差し上げてくださいねやっぱり仲間というか血のつながった方はまた少し変わってきますので、あんまりきついこと言ってもしょうがない。ちょっと時間を見つけて深く語り合うとかね、お互いの新しい発見とかあるかもしれない。あ、身内で、ちょっと身内で、うん、語り合いますか、聞かされて、うん、聞かされてやつ、うん、ままだとほら拉致が開かないから、うん、一度時間を取ってもう深く語り合うとかね、そういうルールを決めようっていうね、話し合いをすると、そうそうそう、なるほど、それはありですね。そうですね、会社の中ではちょっと部長ルールを決めましょうなんて話し合い言えないけど、言えませんね、家族会議っていうのができるから、ね、できますね、うん、そうですね、いろいろな手はあるということで、はい、ちょっと今日のお悩みは難しかったけれども、ええ、まあ、なんか1ミリでも役に立てばいいなと思います。1ミリでも、はい、はい、どうもさん、ありがとうございました。ありがとうございました、最後の曲です。夜来る香りと書いてイエライシアン。
笑う小さな花、首筋を抜ける風が会社に乗せて本日のエンディングトーク、ライブのお知らせです。さあ、2017年ラストワンマンライブが決まっております。12月28日木曜日、神保町の楽屋にて18時半オープン、19時半スタート。チケットが3000円とお店でワンオーダー別となっております。ピアニストに田中ドボン利光さん、ウッドベース根岸和久さん、パーカッション田中正義さんをお招きして、豪華に2ステージ全て違う曲をお届けいたします。新曲の発表に、毎回恒例となっております、実際にある絵本をひろみがチョイスして、その中から合いそうな、オリジナルの曲をメインにチョイスして組み合わせた読み聞かせ、私が読んで語るというわけでね。もちろん、サポートのメンバーみんなにも参加してもらいます。それぞれに、セリフを与えたり、ちょっとちっちゃな小芝居をしてもらったりとね、笑いあり涙ありの、もう約30分のコーナー、こちらも合わせてお楽しみに。あ、次回ひろみのまるっとが始まる放送、なんと1月の8日成人の日でございます。2017年もひろみのまるっとが始まる、ありがとうございました。深々と。お便りの宛先はメールアドレス 761@fmkoza.jp、 またはひろみ音だより @gmail.com までお待ちしてます。今日の放送は FM コザの YouTube 公式チャンネルでもいつでも聞けます。というわけで皆様、良いお年を。早いな。そんなわけでひろみのまるっとガジュマル、また来年2018年1月8日夜8時にお会いいたしましょう。お相手は台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみでした。また来年、バイバイ。ひろみのまるっとガジュマル。皆さんこんばんは。大家你好、大家晚安。